ったぜ。持ってきた。はい、こんにちは、村上さんです。今回の動画は第1回釣り団です。じゃん、高橋雄介です。富山翔平です。小宮青です。星直樹です。はい、今回はですね、ボートシーバス1000センチ狙ってみた企画でございます。ルール、うちのノルマは200センチ何本釣ってもいいんで、200センチ100センチ釣ったら、はい、ファミリーマート1カゴ。どっちです。おお、あと1カゴ。これはファミチキ1年分、まあ、200、200、200、200で800じゃん、はい、全体ノルマとして1000センチで、あ、なるほど、1000センチ釣ったら今回カメラマンの金尾というか2人もファミマゴチです。おお、プレッシャーがあるわけですねでもなんかみんな1000センチって聞いてなんか余裕そうだったから余裕。200センチ、2匹、2匹。メーター2匹、2匹で。1人2匹だ。それ2匹ずつ。そうしたら相当かっこいい。3匹で行ってもかっこいいと思う。ちょっと待って、でも200センチ例えば1人だけ達成したとするじゃないですか。うん、それでみんなでファミリーまで行くんですか。もちろん。達成しなかった人はカゴ持ちがかる。時間は今1時5分前なんで、7時スタートの6時間。午後7時にストップにします。え、でもそれって別に6時間経つ前に1000センチ行ったらおしまい？おしまい。あ、頑張って。早く終わりたい。そうです。何時？6時。言うまでしっかり。そこは意外と堅実なんだね。そこは。そこはタイミングを抑えて。言うまでしっかり。言うまでしっかり。そういうことね。で、オールバーブレス。ランディングは自分たちで迅速にリリースということで、はい、先生チーム狙ってみたいと思います。はい。頑張ってください。よいしょ。よいしょ。ちゃんとね。バーブですね。返し潰してね。返し潰してなかったら強制下船ですよ。強制下船。その場で。その場で。最寄りとかじゃなくて。最寄りのゴミの上で。この辺の空き缶の上とか。ちょっと捕まるものを用意して。じゃあ僕はバイブレーション。はい。ナレージで。はーい。これでいきます。はーい。お、早速。早速投げてます。何投げました？ブローウィンの 140J。 おお、なぜそれを選びましたか？マジ？新しい針がついてるからです。おお、なるほど。トキントキントトキントキンな針で。僕は先発、はい、メタルシャルドソン 35g です。まあベイトがイワシってこともあって、まあこのデイゲームブレードでアピールしていきます。頑張ってください。ありがとうございます。私、ゆうすけさんがシーバス釣ってるとこ見たことないよ。じゃあ今日お見せしましょう。楽しみ。店長もご飯中。今日は気楽でいい。早く頑張れ、マイスターたち。マイスター。別に悔しくないもん、別に。あれ、あ、ゆうすけさんマイスター。俺ノーマイスター。これ一人で1000センチ達成したら、その人とカメラマンだけで変えるんですか。そうそうそう、そういうことか。そういうこと。おお、男子は絶対自力の力が必要なんですね。自力以外ない。なるほど。頑張って。女子の怖さを回避するには一人がボコボコするのは喜ばしい。俺も被害が及んでくると思う。帰り、カナオ君の俺なんだ。帰りの車の帰りの車の空気を思うと足が震えてくるんですよ。食べ物の恨みは怖いですよね。ファミマにあんな食べ物ってことなんだ。お、かわいい小峰君のこれ。何する？ひよこ。モテようぞ。モテようぞ。ほんとにみんなでファミマに行こう。みんなでファミマに行こう。タナさん何食べたいんですか、ファミマで。ファミチキとチョコがめっちゃ好き。あ、いいですね。チョコ美味しいですよね。僕結構あのハイカカオが好きで 86% とかよく食べてます。前95かな食べたんですけど、うん、最近ちょっともう苦くなっちゃって。味すら90何ぼとか。いや、もう甘さというよりかあの苦さになんか大人だな。ハイカカオって知ってる？ハイカカオ？カカオ？チョコ？チョコチョコ。カカオ含有率が高いチョコレートのことですか？おお、さすが。何でも知ってるな。基本的に魚のことしか知らないのが正解です。ホグ点30。ホグ点30。ホジ君はさ、やっぱ魚のことしか知らないのかなって。でも人間よりも多分魚の方が興味ある。人間多分苦手。苦手。人間苦手。コミュニケーションはどっちかというと魚と取る方が上手。人間苦手。なぜ？なぜ？魚嘘つかない。いや、でも魚も思い通りにいかないじゃないですか、うん、でもなんかそれはもう割り切れるんですよね。 あいつらもうやる気ねえんだなって、うん、人間って複雑すぎて分かんないです。星君、何があったんだい。星君、何があったんだい。
ボトムから中層まで反応出たり入ったりしてるので結構いそうです。メーターの男が住んだら間違いない言われてますよ、富山くん。なんてメーターの男が言うなら間違いないと。やだ、従うしかない、やめてくださいよ。せんちゃん暇ですね。うん、今日暇だな、やっぱそう思ってくるんだったな。初回で敗北を知っちゃう。初回で最悪なんで敗北を知りたいなって思うかな。釣れちゃうからどう敗北を知ったらマジで面白い。絶対これ釣れてなくても動画にしようあんだけ言ってるから。でもタイトルも敗北を知るだよ。敗北を知るためにアングラーじゃないと。いやなんか今ちょっと敗北を知りそうな動画になるからね。動画になるからね絶対。まとめてあんの知らん。バキ知らない。地上最高を決めるし。出たこれも名言なのかもしれない。出ないですね。ナイス星くん頑張れ。食ったよ。よっしゃジョルティ22。ナイス。貴重富山が見えてきたぞ。いいサイズか。いいじゃない。サイズいいよ。いいサイズ。よろしくお願いします。ナイス。やったー。よっしゃ。よっしゃ。どうやってやったら釣れた。あとまあ橋脚にキャスティングしてまあでも本当そうです。橋脚のシェード影になってるところを狙って、まあ、そこを引いてくるって感じですね。投げて巻くだけか。投げて巻くだけ。それで釣れるのがジョルティなんですよ。さすがメーターの男は違うわ。いやいや嬉しいよ。抱き越されちゃったよ星くん。釣れちゃったね。なんかいいとこ入ったとか言ってたから、ね、釣れちゃったね。大丈夫。まだプロガイドとプロスタッフも釣ってないんで、私はあくまで広報スタッフとしてやらせていただいてますんで。よかったよかった。星に走ってる。全力の星に走ってるんじゃないか。あ、さすが社長の元で働いてるだけあるね。私広報スタッフとしてやらせていただいてます。 22g です。長脚を狙ってシェードになってるとこ。いいね、映えてるね。青空が似合う。じゃあ測りましょう。はい、計測です。どうした。あ、いいじゃん。57です。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。リリースです。リリースします。ありがとうね。もっといっぱい海水を口に入れてあげたら元気になるんでね。なるほど。あ、元気いってらっしゃい。ありがとう。やったー、ありがとうございます。ちょっと一安心。でもまだね、こっから取らないと200にはいかないんで。富山くんどんな感じだったの。もう橋脚の右側ともそんな際じゃないんですよ。で多分ここ流れが速いのでちょっと離れたところの流れについてるシーバスって感じでしたね。やっぱ違うな、メーターの音が言うの違うの。なんてえ全く聞こえなくて何言ってるか分かんないんですけど。陰口ですか。さすがだよ本当に。ゆうすけさん優しいけどな。早く打てよ早く。覚えてたぞ。数字聞いてる。30。本当。シングル。ね、星くんはルアーをチューニングするのが天才なんですよ。これも普通のジョルティってこういうフック、トレブルフックついてるんですけど、ひねくれもんなんすよ。製品すぐいじっちゃうんすよ。ちょっとシングルフック。あ、シングルだ。そう。え、どうなってんの。なんかプラプラしてないじゃん。そう、プラプラしないようにワームにちょっと半分刺してる。へぇ。プラプラしちゃうと糸ひごっちゃったりだとか、針がね、下向いて下向くと刺さる場所がひごい方がいいじゃん。へぇ。動いちゃうと食った時に潰れるんだよね、これ針が。刺さんないんだよ。だからずっと下向けとくためにはこう固定しちゃった方が針かかりやすいっていう、単純にそこだけ。オタクだね。オタクめっちゃオタク。よっしゃー。うわー、森が頼むよ。振りました。ちょっと待って、後ろ行きますよ。よっよっよっ。あ、逃さないカナオさん。あ、いた。なんか白っぽかった。白っぽかった。今なんかしてた。
二人の様子聞きに来た。どう調子どう？なんかここ火が跳ねてます。そうすごい。めちゃ跳ねて。火が跳ねてました。すごいチャンスだね。今何が起きたんでしょう？跳ねて逃げた。火が跳ねてました。すごいチャンスだ、ね。水だけかける。頑張ろう。わあ。うん？なんすか？何もなかったでしょ？なかったか。はい、おめでどういうしちゃって。何もないのにここ座ろうとしちゃった。この飛んがってる形状忘れちゃって。おかしいなぁ。いる。当たるけど乗らなかった。釣らないと何の意味もない。いいね、これは釣れた。さっき富山君、すごい。よく釣ったね。パイセン。何個？パイセンどうすか？どうやって釣ったの？釣った。普通に魚の口に流し込みました。やっぱ違うわ。だいぶ遠いところから攻めてる。よいしょー、来た来た来た、敗北を敗北やはり敗北を知らない。トレイシーで誰より早く遠くへ。ゲストはいる？お願いします。めっちゃ安心した。よかったよかった。一番最後にはめちゃくねえな。いや元気だな。綺麗綺麗すごい綺麗綺麗。トレイシーどうやって釣りましたか？あの橋脚の橋脚のキワキワを通したら、お、釣れた？釣れました。いただきさあ来るよ。来ないよ。どんより長く、より長く、ちょっとでも47センチ、ピンと伸ばして、ありがとうございます。47センチ、小峰くん47。よいしょー、ファーストヒットです。あ、バレた。お兄ちゃんがなんかわちゃわちゃやってるな、さっきから。やばいやばい、今のもなかったことでしょ。絶対ちょっと待って、やばい元気やー、イエーイ。安心した。すげえ安心した。やはり敗北を知らなかった。いやまだ正義がないとね。43だから。やばい、もうかけない。完璧、はい、完璧。あ、テーリングした、ちょっと待って。ナイス、何センチだ？47センチ。いいね、50取ってけば4本だからね。盛り上がってまいりました。盛り上がってまいりましたね。うん、一匹目狙いましょう。狙いましょう。あれ、ゆうすけさんはまだですね。一匹目？いやいや、まだ一匹もかけてない。ああ。かけてない。そっかそっか。そうそう。かけたらそれ派だから。しっかり。かけ。あ。まだ何もないよ。まだ何もないよ。そっか。これいただき。も。3、2、1。あ、食ってる？おっしゃー！よし、ちょっと待って、星くん、ちょっと待って。いける？さすが。シングルフックかかるでしょ？バレんなよ。ナイスー！ウィー！やったー！え、俺だけ？ウィー！おっしゃー！ゴッソ！あ、2匹目来てる。青くんヒット。あれもダブルヒット。ダブルヒット。うわ、すごい。ユースの顔。ありがとうございます。ありがとうございます。計測。計測。50ジャスト。ジャスト。はい。計算しやすい。ありがとう。外しやすいのもいい。バーブです。ジングル。オッケー。リリースします。はい。ドン。オッケー。水が、いいから元気ですか？元気。今日引いた。一安心。一安心。これでラスト1人できましたね。ほんますね。
よかったね。焦った。よかったね。あれ、ゆうすけさん回してるよ。マジで待って。釣れました、2匹目。うど、いつの間に高橋さんがバラしてる間に。ユウスケさんに気を取られてるうちに。これもトレイシーの15グラム。お、サイズアップ。50ジャスト。50ジャスト。おめでとう。まんまる、まんまる。本当だね。97。はい。お、お、見えてきた。早い。見えてきた。見えてきた。元気だ。元気だ。あ、いた。来ました。楽しい。ゆうすけさんにドヤ顔できるね。あ、来た。お。あれ。今なんですか。え？今の時々こうやって時々ストレッチすると調子いいんだよ。あ、そういうことか。そう。全然当たったんじゃない。ストレッチです。全然当たったね。次だよ、ストレッチの次。あ、すぐ難しいかな。お、ストレッチ後。今バラされた。よいしょ。エラーライしてますよ。もうこれバラしたらもうね、もうやばい。やばい。はい。イエーイ。本当に嬉しいよ。来たー。ナレージ6号。やったぜ。計測しましょう。35。え？35か。56でいいですか？56。はい。はい。イエーイ。進化します。はい。行きます。はい。実は焦った。実は焦った。ちょっとだけ焦った。3本もやっちゃったなと思って。いや、この近く最後の一人は辛いよ。さっき最後の一人になりたくないって言ってたのに。すぐ釣れたからよかったね。これね、1時間ぐらい経つとね、なんか空気が変わるじゃん。よし。乗ってきた。200いったやつはちょっと自粛しろよ。誰も救わない。誰も救いに来ない。味方だった。まあ。いける？それはいけるんじゃない？いける。それはいけるでしょ。当たったよ。女性陣もちょっと。よいしょ。わあ、もう一人勝ちじゃん。敗北知らないな。敗北知りたいですね。敗北知りたい。一撃。トレイシーですか。トレイシー。東も誰よりも遠くに早く。遠くに早く。そう。仲間じゃない。仲間に見えてる。仲間に。一番飛ぶルアーです。全然。43センチ。おー、綺麗な魚だね。綺麗です。ね、はい。おー、140。あと60センチ。次で早く楽になりたい。楽になってちょっとあおりたい。なんか団子三兄弟みたいな。団子三兄弟。みんな前で。入る場所がもう。ね、でもそれはもうトレイシーで。トレイシーで。遠距離から。超飛ぶかった。こっそりどこでやったんだっけ。釣
れたとこがバレるとみんなそこに投げてくる奪われる、奪われる場所、奪われちゃう、釣れそう、実はバトルなんだ、そうだ面白い、みんなのラインが重なりまくってどれが自分のラインだよ、みんな釣れた方に投げてくる、ちょっと一回さおいて、はい、バーッと、ごめんなさい、バカしたー、食わなかった、やってんのお前らかけたら取る、2人とも分かった、はい、かけたら取る、データ見返してくださいこれ基本、うん、チリム戦でもあるから、うん、一番話はみんなの足引っ張ることで、ちょっと特別イベント発生です、はい、何でしょう、あそこにある海洋プラスチックブイとロープかな、あれをちょっと回収しましょう、はい、ちょっと環境保護、はい、何持ってんのみんな、そんだけあれ何持ってんのみんな急になんか持ってんだけどこれで何をするの、どれかで攻略できると思う、あーなるほど、どれかで、これ僕一番いい、あとはみんなで多分これだと思う、力合わせてこれよし頑張ろう、はい、まあね、釣り場を守っていかないと、シワあるから、気をつけて、結構難易度高いかも、結構ね頑張んないですよ、この使い道こっちも違う、こっちも違う、違う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 、これ一回切んないとダメだね、びっちりだな、え、切らないとダメだよ、先柄に取られて動かないですね、これね、結構危険が伴う先、長いっすねやばい業者の業者の位置だ、業者ジャン負け、ジャン負け潜ってね、誰か一人降りてロープつけて誰か一人、寒いよちょっと内助け持っといてもらっていいですか、ないよ、あ、そういうことか、あ、そのためのオッケー、おじまいしたもん、おいこさくジギングします、ジギングちょっとジギングします、この一人で働きすぎじゃない、そこ持っといて、ちょっと船固定してジギングしよう、そういうこと、おお、まさかの俺に役目が、おお、やった、素晴らしい、まさにできればだいぶ消えた、こっちを持っとけよなオッケー、これで一周しよう、起きたよ、起きたよ、早くしないと V スルッと抜けちゃいそう、やばいやばいやばい、飛べ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 、うーん、あ、なんでロープ離すのお前なんでロープ離しちゃうんだよ、あ、むしろこれいける、全部全部いける、いける、頑張れ、おいそいやそいやそいやしょっぱいそいやおいしょっぱいそいやオッケー、全部いった、オッケーオッケー、いやーナイス、しょっぱな、なんでなんか一個、いや、あのなんでなんか一個、メーター達成です、おお、あ、もちろんもちろん、あ、もちろん、あ、もちろん、全部です、結構な量だ、でもこれ釣れるわ、もう無事回収できました、かなりの長さ、たまにはこうやってね海に恩返しして釣れちゃうんじゃないですか、この後次再開、あ、じゃあ再開しましょう、お疲れ様です、ポイント加算され、何センチだろう、ね、ポイント加算されないんだね、あれね、ね、あれ25メーターぐらいあったマイナス5センチってことで水深が深くなってきてるんで、ジョリティの30グラムです、かわいい色、かわいい、さあ早速兄さん、まだ塩になってます
よいしょ、よいしょ、よいしょ、よいしょ。いいよ、いいよ。今、あ、くれれば、橋脚近いから。ありがとうございます。ぐっとけ、ぐっとけ。よっしゃポイントを稼ぐんだ。よし、これはバレない、これはバレない。これは今日の俺でもバレない。今日の俺でも。よいしょー。やったー。おー、しかも。割と思ったより長い、思ったより長い。よしよし、大きい大きい。後ろ後ろ後ろ。メーター行ったんじゃないですか。俺もメーターの男だね、これで。何ていうか分かんない。前に武装する、武装する。今だ、今だ、今だ。阻止ヒトラーはナレージの6号バイブレーションです。はい、浮いてるやつは浮いてるから、まずちょっと上から。はい、みんなは多分ジョルティとかね、トレーシーとかで一段下やってるんで、僕はちょっと浮いてるやつを先に取る作戦です。はいはい、1、56。おお、2本目も56だ。おお、よし、逃がしますよ。はい、ゴロゴロで、これが112。おい、おお、元気、イエーイ。楽しそう。あ、俺の釣るとこ見ました。俺が芝釣るところ。あ、見た。初めて見た。初めて見た。初めて見た。この人釣れるんだ。この人釣れるんだ。高橋プロ。プロだった。最初バラしまくってたから不安だった。不安だった。お、来た。惜しい、ヒットです。降ります。釣っちゃって。はい。よいしょ。行こう。よっ、ありがとうございます。はい。全部自分でやり始めるやつ。全部自分でやっちゃおう。これ12号。47。もうちょっといけるか。もうちょっといけるか。下顎でいいですよね。まあでも47か。47。イワシ食べてる。綺麗な魚。よし。このままリリースします。おいしょ。97。あと100半分、ほぼ半分。おー、こうやった。逆転が、はい、抜けたよ。抜けたよ。はい、抜けたよ。抜けたよ。18日。もう値ばらさない。こうやって釣んのよ、シーバス。なるほど。はい。勉強になります。今、牙ですか。いやですね。なるほど。ちょっとレンジ入れた方がいいですよ。わかりました。先輩っぽい。じゃあ2個上だ。この中で一番年上なんですよ。お兄ちゃん。信じられない。あ、大きそう。よしよしよし。うーん。おー。いいんじゃない。わー。もうずいいですね。ルアーは一緒。ルアーは一緒。ナレージ6号。はい。でも今回沈めました。10カウントぐらいして。おー。だいぶ沈めて。はい。測定。今日1時？あ、57あるよ。花尾さんの熱狂的な応援で釣ることができました。よかったです。応援した甲斐がありました。ありがとうございます。お願いします。まだまだ元気なんで。すげえ元気です。餌食べてて元気ですね。おー。バイバイ。イエーイ。よし。これで112足す57。はい。お、計算できない。169。あと1本？あと30。あと1本。1センチ。おお。すいません、先上がらせていただきます。すいません。はい、ただいまね、3時になりました。2時間経過して今ね、460です。順調だね。もうちょいで半分、このペースでいけば、ね、余裕余裕。あ、まだ1本頑張って。なんか届いた人から、遠くないですか。待って遠くないですか。一番近い距離にいるだろう。しかもジョルティついてるから大丈夫大丈夫。なんか遠いって文句が出てますけど。いや、俺にはすごい近くに見えるんだ。え、全然オープンにいた。全然オープン。終わり。すいません、星順に終わらせていただきます。え、でもね、今ね、バレたからもう一回次。ちょっと待って、あれ、星くんヒット？ヒット。すげえ遠いけど。いいね。シーバス面白いな。うん。おやお、食った。言うんだ。終わりだな。俺はバラさないから。だね、バラさないから。絶対バラさない。あれ、もしかしてコメがこれだったら終わり？60センチ以上あれば終わり。60センチ以上あれば。でもタモ網を。どう？感覚的には。感覚的にはないかもしれない。あれ。あれもタモ？めちゃくちゃ大事にいくね。食ったー。ダム君2本目。2本目。ダブルスク。
おー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 、そんなことある？すごいな。うわ、早く味出次が来てる、次が来てる。卵ください、卵ください。卵1個しかないからね。順番待ちか、ハンドランディング。怖い怖い怖い。おめでとう、いいね。難しいな。さて、お酒上がります。ラッシュが来てる。ラッシュ、ありがとうございます。4人で写真が撮れるんじゃない？4人が撮れるね。え、俺がバラさなきゃね。46センチかな。46センチ。あー、46センチ。トゲ石25さあ、ほしよいしょ。よう言われますわ、スターとかね、お星様とかね。52センチ。はい、ほしくん52センチです。はい、へい。おお、いいサイズ。あ、大きいね。ジョルティ 30g。 よっしゃー。 60 あるかな。 60。 タイム君60です。はい、おいで。はい、僕はこれで達成。あはっ。僕はこれ達成。いいっすか、いっちゃってください。いっちゃっていいっすか、いっちゃってください。あは、ちょっと待って、下手くそ。口開いて、よいしょ、達成。すいません、お先失礼します。すいません、すいません、これ行きましたね。はい、53。いや、よかった。一番年上なんで、みんなが釣るの待ってから、まあ、サクッとね釣ろうかなと思って。なるほどね。あ、やっぱ最初のサンバラシはみんなに余裕を与えるための、はい、そう、みんなまだ硬かったじゃないですか、ね、みんな、ね、まだみんな硬さがあったから。222。あの水でした。222。よし、さすが。はい、チーズ。広角レンズがおかしい。はい、チーズ。はい、オッケー。お疲れ様でした。あと30センチね、はい、センセンチを考えると。ファミマ楽しみ。ファミマくん来た。どこは黙ってジャーキング。あー、あジャーキングも来たー。来たー。来たー。おー、タモアミ渋滞中。タモアミ渋滞中。あ、引く。はい、ありがとうございます。グローイン、グローインで。あ、いいサイズ、いいサイズ、そこそこいいサイズ。いやー、怖いな、バレそうだな。お、いやー、怖いよ。怖いよ、怖いよ。タモください。タモ、タモ、タモ。すいません、ありがとうございます。怖い。あ、あれ、ブランコさん、違う、反対。やばい。いやー、でもちゃんと、ありがとうございます。見ました、反対でランニングしようとしましたよ。これがあるから怖い。なんか老眼でね、最近手元がよく見えない。ちゃっかり。まだボーナスポイントでいいのかな。あ、ちょっと待って、ブランコさん、全身入ってますけど、俺かかってます。何この容赦のない全身。この容赦のない全身、何これ。アイスメーター。全身25でした。25。タシ君54です。達成したんじゃないか。達成したな、まさか。2番手でかいな。これで達成かな。51センチ。やりました。達成ですか。達成かな。ジョルティの 30g。 52かな。52。はい、イエーイ。54。ホシ君達成。おー、ホシ君おめでとう。イエーイ。さすが。ちょっとお待たせしました。あ、ね、お待たせしすぎたかもしれません。申し訳ない。なんかおしゃれな感じになってるけど。これこそ釣り団でしょ。釣り団。元気ですね。元気ですね。はい、じゃあ移動します。移動だって。ゆうすけさん移動。はいはい。これこそ釣り団かなと思って。優雅さ。優雅に見えない。
おお、いいサイズ。シレットね。おお、綺麗ですね、はい。僕はこれで250は達成したんで、もうフェードアウトかな。はい。おお、55。はい、55。277。はい、277。僕は卒業します。カメラマンに昇格させてあげよう。そうですね、カナオさんどうですか？でも私もみんなが達成したら、あとはね、おやつタイムになるだけなんで。そっちの方がさすがに。はい。スイーツタイム。はい。はい。あ、元気元気元気、ありがとうよ。はい、バイバイ。はーい、うえー、おめでとうございます。277。どこまで記録伸ばせますかね。もう僕はえ、あとは後輩たち。886。あ、すごい、すごいじゃないですか。886。さすが、達成です。何センチだっけ。船長がここで一気に激沈ポイントに移動する可能性もあるから、2000センチにしようぜ。ルール変更、2000センチ。敗北を知りたいですね。もう今日も敗北を知れなかった。200達成してない人いる？悔しい。もういない。僕です。でもこれで行く、これで行く、これで行く。達成したいって相当で。OK、 140です。カメさん待って。忙しいなこの船。カモください。カモ、俺がランディングしよう。ありがとうございます。はいはい、いいよ。違う、これじゃない、これじゃない。それじゃなかった。あ、それかもね。そうそうそう、ね、なんかかわいい。なんかそれかわいい。絶対かわいいわ。なんかみんな違う。それ任せろ、それ任せろ。みんな違うんだって。どれがいい、どれがいい。まだゆうすけさんのやつとか、加納さんとまだそっちまだあるか、これちょっと待って。コウスケ、いけんのこれ、いけんの、いけんの。ありがとうございます。よし、これで、ありがとうございます。ゆうすけさんのキャッチ、全員達成だ。よっしゃー、やった。55か。55です。最初ありがとう、無事達成の貴重なシーガス。あ、イワシ、ほら口からイワシ。本当だ本当だ、見えます。口の中イワシが入ってます。はい、バイバイ。よっしゃー、おめでとう。無事200。いやー、楽しい楽しい。あとは皆さんの2000を達成して、ね、みんなで1000ね。はい、はい、とりあえず全員達成、おめでとうございます。おめでとうございます。今930。カメラマンのファミマ権利まであと70センチ。ちょっとゆうすけさん、これもう入れ食いじゃん、これ状況的に。まあまあ、船長いいこんなとこでね、達成してもさ、釣りプロとしてはちょっとカッコつかないじゃん。だから移動しちゃおうかなと思ったけど、まだあと3時間あるし、ね、移動しようか。3頭で達成しそうだけど、移動します。移動してきました。はい、これはね、ボイです、釣れそうだから移動したい。むしろ俺今日あれじゃない、敗北教えてあげたんじゃないですか。ね、そうですね、敗北教えましたよね。自分に敗北しなければそれは本当の敗北じゃない。なるほど、自分に負けなければ僕は浅かったです。まだまだだ、自分との戦いですからね。お前ら早く釣れよって言ってたの。あの時の俺を殴ってやるから、ね、じゃあ最後の1本 1000m 達成した人に何かご褒美欲しいですね。確かにね。ゴジラ釣らない。1000センチだ。ゴジラ釣らない。1000メーターはやばい。全然無意識に喋った。ここはね、姉ヶ崎ですね。結構移動した。海釣り公園の沖合。お昼寝気持ちよかった。寝てた。寝起きが。どこでも寝られる可能すごいな。これぐらいの気候だと、うん、船で移動中のお昼寝が一番気持ちいい。特別ルール追加、はい、俺が釣った分だけマイナス。村岡さん釣った分だけマイナスらしいですよ。誰か投げさせるな。妨害。さすがにこっち4人だから負けちゃいけないよ。
まあ、多分ラスト聖戦地決めんのは俺か俺以外かですね。早くもっしってきたらかっこいいからね。ドッキリした。俺が一番びっくりした。びっくりした。やられたと思って。もうチームプレーだから。あ、そうだ。もうチームプレーだよ、みんな。もう誰も蹴落としちゃいけないですよ、ここからは。誰も最初から蹴落としてないぞ。そうですよね。そんなこと思ってたのは翔平だけだぞ。落ちないでください。危ない。さっきね、カナオさんここで寝てるから後ろに落ちちゃうんじゃないかって心配でしたよ。落ちたらでもみんな釣り人だから持ってくれる。はい、4時半です。ここは養老が河口の沖合ですね。養老ってどういう字書くんですか？あの養老の滝の養老、養老川っていう川があって、養老川、まあ、シーバス、東京近郊のね、シーバスアングラーでは超有名なポイントだけど、河口にね、がっつりベイト入ってますよ。しっかりベイト入ってるんで何かしら釣れるはず。早くも1000いくか、奈良岡さんが釣ってマイナスにするか。いやだもうどっちかの勝負になってる。いやだ、ゼロセンチにしてみて。ゼロセンチ今までの努力が水の泡だ。水の泡だ。それだけは阻止しないと。養老川って完全にカタカナで、うん、ヨーヨーみたいな感じで養老川って。養老ヨーソローみたいな。うわ、うん、あ、じゃ食ってたのか。なんか重たいなと思ったんですよ。マボチかシーバス、うん、なんかどっちかって、なんか違う日本語喋れ、日本語。なんかシーバスっぽくないよ。なんか違いましたね、引きが違ったんですよ。マボチで違う、キビレ。ほら、かわいい。やだね、それ個人でマイナスのやつ。そんなルールある？そんなルールある？発言綺麗な作品。ほら、かわいいじゃん。かわいい、しかも綺麗。あ、でもめっちゃ綺麗だよ。あ、確か。そんな。ちっちゃい時みんな押す？へえ。そんな。そうなんだ。でもこれを知ってるのは黒星。ね、元気だと思う。ほら。ほら元気。バイバイ。ゲストも嬉しい鳥ですよ。嬉しい。バイトベイトに当たったとかじゃないぞ。風質を飲んなかった。惜しい。もう一回。もう一回が大阪。君。もしあの向こうに見えるものがあるなら、はい。危ない。飲み込まれるとこだった。はい、5時になりました。あと2時間。このままなんとかいかにも釣れそうなところで釣らないように流す。あ、ちょっと釣れてほしい。さっきまであんな調子よかった。マジな人がいる。さっきから怖いっす。圧がね、圧が来るね。さっき当たったって言ったの、ちょっとなんか当たったならかけろよくらい。何が当たっただよ、言わなきゃよかった。そうそう、当たったならかけろ。言われましたからね。富山くんがチヌつった時もチって感じだったからね。そんなことないですよ。これは全力で長岡さんを止める。早くみんな投げろ。早く。あ何やってんだよお前ら。誰も投げてない。早く投げろよ。ここで釣ったらかっこいいな。これ釣ったらかっこいい。かっこいい。でも俺はチームの勝利のために。俺は個じゃない。チームのチームの勝利のために。ああ。普通に意味ねえんだよこれいつも。毎度。風車が映える。かっこいい。CD のジャケットみたい。シュッとしてますね、4人。昔は細かったのにさ。
ずっと細いつもりで昔の写真と比べると横につくんだよね。なぜなの？何なんだろうね。あれはね、30代ぐらいからこう横長だから。痩せてても横長だからね。みすけさんどうなっちゃうんだろう。小顔のデブ。やだ。マジで一匹釣るやつだ。面白いなんか中国の釣り具メーカーのチームみたいな姿勢が面白い。みんなダサすぎる。ダサすぎる。はい、小峰君も一緒に。よし。嬉しい。狙ってたのに、たった一本だけ見えてたのに。煽られてる。査定ボーナス減らしてやろう。よしよし。カノにいるらしい。カノにいる、カノにいる。あ、やばいやばい、俺のバッカー。風が微妙に吹いてる。離れた。お前全員下手なんだよ。全員下手っぴかよ。なんだこのラインの工作の仕方。すごい、ライン夕日に当たってラインがめっちゃ面白い。同じ方向に人が誘ってくる。あ、ミスったよ。上から風が吹いてくる。風が吹いて上から離れてる。ちょっと早向きして。うわー、ゲッター。うわ、マジか。誰もタモエル禁止ね。タモエル禁止。誰も言ってない。壁から離れてる時は早巻きがやっぱいいんです。でもこれは魚ではなさそうです。お、魚ではない。ほら、あー、おー、袋だ。あ、なんだ、びっくりした。回収環境。なんだ、早巻きだからね。早巻きですね。なんだと、カナオちょっとさすがディレクター。実は釣ることを願ってるな、自分のファミマより。やばい。あの、お前映像人間になったで、1年半で。美味しい方がいいと。自分のファミマ一カゴなんかより神展開が欲しい。神展開が欲しい。それが映像に生きる人のね、宿命よ。演出してできないからね。相手が魚がいるからさ、台本が作れないから。作れない。さっきあっちが。あ、来ちゃったよ。ピックアップで出た。あっちが。持ってた。ピックアップで出た。パクった。俺が。パクった。俺が。待って待って待って。よし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 よ。あ、遅いった。おー、すごい。あ、やっちゃった。おー、やっちゃった。よし、やっちゃった。村岡さんが釣る前に破りました。危ない、前足になるとこだった。本当に危ない。さすが。よっしゃー。うわ、本当にイツキの、イツキのブラック。黒いね。黒いですよね。もうここにずっと居ついてるんで。計測、ナレージ65 51 51、52にありそうじゃない？やるね。うん。52。やっしゃー。どこで？キワキワ？キワです。もうキワをナレージ6号で。いや、いいね、夕日にさ。いやー、最高。イエーし。やったー。お。ほら。バイバーイ。イエーイ。やりました。やりました。発表します、ただいま5時半、
4時間半経過したところで今の富山くんの52センチでなんと1039センチ。イエーイ。イエーイ。おめでとうございます。よっしゃ。ってことは全員ファミマです。はい、いいですね。そしたらじゃあ上がりましょうか。まあ1回目だしね、次回からもうギリギリの設定、はい、だって今朝の段階では本当は500センチだったじゃん。そうですね。俺が朝3時ぐらいか1000センチにしますって言ったら誰も返信しないんだけどまあこんぐらいがギリギリかなと思うんですね。はい、はい、では第1回スリラン見事1000センチチャレンジ達成です。おめでとうございます。ファミマに行きたいと思います。次回はもっとね、何時間に行きたいと思います。何しようか、マゴチで1000、8匹で1万、1匹じゃない、それ1匹にしましょう。1匹で十分すぎるじゃん。そんな感じでファミマ編に移動しましょう。はい、ファミマ編。はい、どうぞ。はい、どうぞ。美味しそう。美味しそう。はい。やったー。あのね、コンタクトの液が欲しいんですけど、ないかな。明日からもロケなんで。あれ、ない。ないですよね、これすっごく薄くてね。ビタミンです。健康志向だね。さすがだね。4時間でやり直す理科の法則と定着と4時間あればね、ここまでできる無料で手に入れるチャンスが続けたわけですよ。科学の夢とか迷信言い伝え現代だから分かった真相。興味を持つものが数がなくと死者が出る、幽霊の手はだらりと下がっていく、そんな理由で。あ、なんか痛い。ほぼ枕悪い人がいる。天使結構値段しますね。なるほど。一旦入れときますね。痛い。何かのやつに出てきてください。でもこれ星くんからです。いらないよ星くん。これ入れたらもうほぼ終わるよ。これはね、間に合ってますね。間に合ってます。良さそうですね。釣りの疲れ、どんだけかなんか語っちゃったかな。メガバズには持ってるな。メガバズには入れなかったな。あったんだ。あるんだ。語っちゃったからな。ナッツはいいんすよ。いや、違うのよ。違うのよ。入れざるを得なかった。違うのよ。気になってしまった。いつ読むのよ。今でしょ。今日心に決めてました、はい、ひたすらグミです。僕はほとんど体のね、5分の1はグミでできてるって言っても過言ではないぐらい食べるんですよ。マジか。私もグミ大好きなんですよ。でもう最近の一押しはもう断然コロロ。しかも今呪術廻戦コラボ、おもう全部いきますよ。やばい。こうやってグミをね並べていくんです。しかも見て、場所を取らない。ダメっすよ、カントリーマーム。待って、何このしかも株、え、何これ、カノさんの分最悪。俺のコロロ面積が大丈夫、まだいける。もうちょっとあるでしょ、これもうこれとか最悪だよ、もうこれとか大丈夫。ほら、これ俺が別で買ってあげますよ、むしろ。大丈夫最悪。実はカノさん、ゆうすけさんお菓子いっぱい買ってる。違う、これカナオさん。いや、もうグミ今日決めてたから。あ、もう決めてたの。決めてた。もう今日全部シーバスが俺最初グミに見えてたから。すごいグミ、うわ、グミなんか突っ込まれました。俺はひたすらグミしか入れてないです。最高、マジで。
超嬉しい。あ、72%だ。72%。猫ちゃん。そう、猫ちゃんのちょっとご褒美に。うん、こんなのがあるんだ。稲葉のね、マグロ。マグロ好きなんですよ、うちの猫ちゃん。猫飼ってるんだ。猫ちゃん飼ってます。日々癒されてます。かわいいね、猫ちゃんね。だから僕だけじゃなく、今日頑張ったご褒美として、うん、まあ、猫ちゃんにも。あ、いつも癒しをありがとう。ありがとう。君のおかげで頑張れてるよと。そういうことです。え、じゃあもっといっぱい入れなきゃ。稲葉がいいんです。稲葉がいいんだ。そう。あー、ないよ。喜んでくれるでしょ、うん、どんぐらい買っていいんですか。スライチまでいいよ、スライチ。どういうこと。スライチのこのスリキリマーで。まさか。絶対カントリーマームだとこのライン、これ。これ絶対カントリーマームとかダメなんだよ。収まりよくない。俺が買う、むしろ。むしろ俺が買ってあげる。ありがとうございます。あ、片揚げポテト好き。あ、いろんな味がある。片揚げポテト好き。あとはね、高いな、この辺が。ミネラルがね、体にめちゃくちゃいいんですよ。塩とか使ってない素揚げナッツっていうのは、そう健康的にはめちゃくちゃ良くて、もしかして肌も綺麗になります。そう、綺麗になるんですよ、ミネラル。そこ大事。食べ過ぎずにすれば、そう、高カロリーにならなくて、めっちゃいいです、おすすめです。少量、1日 30g とかにしといて。詳しい。豆って意外とカロリー高いので、食べ過ぎるとすごい。だけど、少量だったらめちゃくちゃ辛い。いいこと聞いた。いいわ。マックが超良くない。マックが良くない。今日の。今日を生きてる。今日を生きるためのアイテム。あと5分でしょ。あと5分。急げ。あと5分。急げ。もう終了です。これでいいの？明日のご飯。これでいいんですか。明日のご飯、いい水。普段は買わない。あの、鏡に来ました。まだいい水と、明日の朝ごはん。少ないですね。少ない。そう、2人を明日にその持ち越さない。あ、じゃあこれも今夜はこれで。これで、なんか普段自分じゃ買わない270円のサクサクパンダ、うんうん、大好き、サクサクパンダ。自分で買うもの俺の方に出てる。あ、ピスタチオも好き。チョコが好きなんです、私。あと何しようかな。俺これだけ。俺これだけです。俺これだけですよ。僕ら、用じゃなくて結構用じゃなくていろいろ入れちゃってますけど、タンパク質いっぱいで、タンパク質と体格で健康志向で。健康志向。俺の大好物だ。これ。終わった後はスナップ入れと輪ゴム入れになる。私桃が好きなんですよ、桃。もう。桃大好き。ゼリー。ゼリー。ゼリー入れるの。そう。あ、見てほら、桃がある。もう。桃のゼリーにしよう。重いかな。ぶどうもある。持って帰れるんですか。頑張る。電車で。頑張る。ああ、これも美味しそう。え、重いかな。そうそう。重いかな。これはセーフ？セーフ。の。セーフ。セーフ。逆にも。これ今日のやるかも。ナスの味噌汁大好き。もう入んないか。ほら、もうちょっと詰めたらもうちょっといけそう。ね、ガムとかね、薄いやつね。薄いやつ。隙間にさ、こうやって。まるで他人同士のような背中を。なんだよ。なんだよ。ガムしてね。ガムしてね。こっちのセーフだよ。いいな、若いって。あ、絶対自分じゃ買わない八つ橋グミ。おう。こっちかい。ハリボー。だいぶ賑わってきちゃった。結構自粛してたつもりだった。おう。どう？いいね。いいんじゃない？ほら。割と現実的な。このね、へこみが忖度かっていいね。あ、そうですか。ね。いや、社員だからな。もっと。あ、もっと。はい。はい。はい。もっと。
った方がいいよ。もっと行きますか。もっと行った方がいいよ。高めで。もっとこれザーって。この辺、この辺箱で。ザーって。これ好きなんですよね。じゃあ、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 失礼します。ぐらいにします。すごい。大締め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 。失礼します。700グラムぐらい。ダメ、もうこれ面超えてっから君。なんで、なんで、なんでなすりつける俺に。まだ入る。ほら。ほら。まだ入るようになった。チョコにしよう。カナオさん、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 カナオさん。なんか社長への忖度がないな。違うんですよ。僕も結構グミはめっちゃ詰めてますけど、半分カナオさんなんですよ。見てみー、ローランド。こんだけ必要分だけ。ちょっといい水を失礼して失礼して、失礼して。かっこよすぎる。おい、俺だ。甘えすぎてる。はい、終了。終了です。チョコばっかり。誰だ、これ。これ、なんだこれ。謎のね、謎の陰謀的に入れられたものが。なんだこれ。なんでファミマなんでしたっけ。Tポイントがすげえあって死ぬほどあるの。死ぬほどね。Tポイントがね、ちょっと困ることぐらいになってるから、こういう企画でバーンってたまにみんな喜ぶじゃん。うん、そういう感じ。ありがとうございました。はい、ありがとうございます。いくらぐらいになりました。44,000。44,000。お疲れ様です。お疲れ様です。大していかなかった、はい、大して6万ぐらいいくんかなと思ったかな。Tポイントどんぐらいか気になる。確かに、ね、あ、ちょっと言えない。言えない？いや、見るだけ、見るだけ、見るだけ。どこどこどこどれ？え、やばい。1,000,000,000。これは言えないわ。これは言えないわ。これは言えない。Tポイントの桁がおかしい。え、どういうこと？どういうことですかこれ？はい、じゃあ次回まごちでね、またやりましょう。はい、ということで第1回釣り団終わります。お疲れ様でした。ありがとうございました。これはどうやって持って帰ろう。いや、今日レンタカーが良かった。ああ。